2行ってきた。そっか B2 今そゴリラやってたもんね。ゴリラゴリラホールっているんですよ確か。こんばんは、ルーカさんいないの今日。明日はいますね。明日いるね、うん、ご縁ありがとうございました。声援解禁でした。あ、そうだね、私は一足先にそうそう体験そう経験してましても、いや嬉しかった。めっちゃ喜んでたもんだって。やばかった。カリンさんのあの喜び方めっちゃ可愛かったです。ゴリラって由来番組。そうなんや、ゴリラって無音で、はい、嬉しかった。明日公園行くね、待ってるやん、可愛い、ありがとう。ゆうちゃんのコールしたいです。楽しい。いや最初ねめっちゃ泣きそうになりました。あの 歌割りでさ出てくじゃないですか、一発目、うん、そう、ああ嬉しいって嬉しいよな。だって3年ぶりですよ、うん、でもなんかコールってね、うん、あのファンの方も結構気にしてくれてたりする方もいると思うけど、自分のコール少ない時にちょっとショックじゃないですか、うん、なんかその感覚も懐かしくて、最初あ嬉しい小さいっていうなんかこの悲しさとかも感じるのもなんか、あ久しぶりだと思って、それにも喜びをカリンは感じれました。わかる、嬉しかったです。思い出すよな、思い出す、ね、こうだからなんか負けないって思えて、うん、なんかよりねステージとかもこう立ってきてたなって思って、 うん、その感覚が蘇ってきました。ゴールしたいやってしに来てください。ぜひ。こじり面白いって書いてる。なんか言いましたもんそんなおもろいこと言いました今、はい、ありがとう。明日、そう明日も、うん、コール変えなかったんだね。そう変えませんでした。明日も公演です。やっぱりゆうちゃんですもんね。ゆうちゃんどっから変えたんですか。ゆうみーだったじゃないですか、うん、ゆうちゃんっていうニックネームに変えてからかな。勝手に変えましたよね、はい、コールはゆうちゃんでって言ってましたか、どっかで。言った。あ、やっぱ言ってたんだ。めっちゃ昔に言ったことある。結構みんなだからファンの方もパッとあのもうゆうみさんはゆうちゃんで、うん、もう浸透してるし、うんうん、私もこう基本的にやっぱコジリンって呼ばれるので、うんうん、自分のこと、うん、好きなファンの方以外はね、うん、結構コジリン呼びなので、うん、言いやすいかもしれないけど一旦迷いますよね多分。なんかちょっと変わってる子、あ確かにニックネームとちょっと変わってる子は結構は迷ってる感じもするけど、うん、それでちょっとちっちゃくなるんやろな。そうそうそう難しいですよね、うん、めっちゃ頭使うなってカリム。あとねあのコールをどうしても聞こうとするから、うん、あの歌詞がめっちゃわかるわかります。めっちゃわかる。自分らの歌ってる歌詞が飛ぶ。そう飛ぶね。めっちゃわかるわ。その感覚も、うん、懐かしい。そうもう一発で出ていくじゃないですか、うんうん、こうじゃのためにはははなんかもう聞こえたことが嬉しくてなんだっけなんだっけってあらあらあら全然なるくらい、うん、それ私たちもやっぱ聞こうとするから、うんうんうんそう嬉しい間違いが多かったです。確かにいいように言ってるけど、今日はなんか歌詞がめっちゃ飛びました。サビさえもなんか飛びそうになりました。なあ、うん、今日やばかったもん。嬉しかった本当に。懐かしかった。おそうお見送り会でも声が出せるようになりましたので。そうだね。コールアリーナ公演行くの初めて、うん。ちょっとね距離あるからあれなんだけど、ぜひぜひあのどしどし喋ってください。どしどしご応募くださいみたいな感覚で言ったけど生誕祭の際工場も聞こえました声、ね、お見送りも聞こえる聞こえる。ちょっとでも声張ってくれたらより聞こえやすいです、うん、お願いします。ぜひ明日もあるからね来る方はぜひ。聞こえる聞こえる聞いてゆうちゃんと喋ってください。ぜひ楽しみ。明日もよろしくお願いします。ユーミンとか呼んだことないないけど明日来てくれる方多い。嬉しい。懐かしいんかい。声出しはね3年ぶりとかですね。なんかね、うん、昨日あれもあったじゃない あったんですよ、うん、なんかあのお渡し会お渡し会というかあの CD ショップでファンの方に、ね、そうそう、うん、なんか直接ああやってあの距離で会うイベントって珍しかったから、うんうんうん、あのコロナ前とか研究生時代に来てくれてた方とかに久しぶりに会って、うん、めっちゃ嬉しくって嬉しい、ね、なんかやっぱりこういうリアルイベントだったり、うん、コールができるっていうことに喜びを感じてくれる方も多いから、うん、なんかあの時応援してくれてた方に来てほしいなって分かるいうのすごい思ったかな。それはもうあの時も
応援してくれてた人な、みんなどこ行ったん？でもなんかね、メンバー、他のメンバーのファンの人と話すことってあんまないじゃなくなっちゃったじゃないですか、ね、オンラインになって、うん、だからなんかちょっとなんて言うんだろう、自分のことを応援してくれてるファンの方との距離はすごい縮まった3年間だったけど、うん、なんか一致団結する機会も多かったしね、うんうんうん、だけど他のファンの方とちょっとなんかあんまり仲良くなるタイミングってなかったじゃないですか、うん、だからそれも久しぶりの感覚で、うん、なんか DD とはまた違うけど、うん、みんな好きみたいなこの感じも久しぶりで嬉しかったかも。なんか増えてほしいなって。ダンサブルとかでめっちゃしたじゃないですか、うん、入り入れみたいなやつ、やったそれしたよな。そうだからそれしたからね、うん、仮ウーカさんのファンも、まあ、チヒさんのファンもユーミさんのファンも、うん、もう覚えてるんですって顔が、うんうんうん、これはもうユーミさんのファン、わかる。でしかもそこってね、あのなんていうの、それを分かりきった上で話すから、うんうん、嫌な感じないじゃないですか、ないないない全くね、うんうん、自分の番じゃないから何々とかないからね、ないないない。だからなんかそれが楽しくて、うん、昨日もね、なんかみんなで喋ってる感じが懐かしかった、喋ってたじゃないですかよく、うん、最後さこう回ってくれる方とかがねいらっしゃって、最後なんかループで来てくださって、うんうん、そうなるとこうもう昨日とか3人だったから、うん、3対1とかで喋ってたんですよ、うんうんうん、最後そうだったじゃないですか、うん、そうなってくるんですね、うん、時間的に、うん、この時間めっちゃ楽しいですよね、うん、なんかもうみんなで喋るみたいな、うん、こういうイベントが久しぶりだったから、でもヨウさん喋んなの嬉しいの嬉しいの嬉しいの、伝わって伝わって、わかんない、伝わるで、めちゃくちゃだから私したい、ダンサーでもなーしたいよね。なんか特にこの代の方の、うん、メンバーのファンの方って、うん、歴が長いからこその、うん、なんか温かみみたいなのもあってね、好きなんですよ。そう、わかるわかるで、ね、うん、優しい人ばっかりもんだって、うん、本当にだからもうなんか包み込んでくれるよな。そう、いつもありがとうみたいな、うん、長いことありがとうみたいな、そう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 、同窓会みたいな。逆にさ、うん、長いことをしてくれてありがとうよな、本当にそうな。なんか言ってる、なんか言ってるそうで、推しじゃないメンバーに覚えられてる感じとか懐かしい。確かに、だから昨日もゆいな推しのファンの人とレイコ推しを覚えましたね。今度は渋谷でイベントです。そうそう、私一日店長。あ、そうでしょ。そう、誰ですかメンバー。ミカナ、レイコ。あ、なんかレイコのファンとかあれですね結構。あ、そうやな、ね、確かに。あと誰やったっけ、出口。あ、入れたっけな、かな。楽しいですよ、やっぱりそういうなんかみんなで喋る感じとか楽しかったです。推しがあっての自分ですからって素敵な言葉、キュン。メモメモ、推しがあっての私、ん、自分ですか、自分ですからあ、アーノン、うん、アーノンちゃん、新進アーノン。いや、なんか昔の方が確かに他のファンの方の顔まで覚えてたなって。うん、私もだからなんか一体感あったじゃないですか、うん、もっとね、うん、だからなんかそれを戻したいってめっちゃ思った昨日で。わかる、こういう雰囲気を。ほんまにわかる。やっぱりね、コロナで開いた穴はあったなと。いや、あったよ、ありました。やっぱその中でも頑張った方だと思いますわ、うん、いや本当に、うん、でも NAB でもそう思ったらコンサートいっぱいさせてもらったなって思う。そう、本当に思います、ね、うん、私物タよろしくね、私物タ、私物タって言ってる、私物タ。ああ、渋谷のツタヤよろしくね。昨日はエビツタライブもあるのでね、だから楽しみです、コンサートのコールもねえ、なんでよく喋るね、後ろの人ねえ、いや、めっちゃなんか嫌なやつじゃないですかいや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 、めっちゃ可愛い、ほんまに嬉しいんやろなって。そうそう、かりんちゃんありがとうありがとう、出てる、嬉しさが伝わってくるやってなんかそれはそれで恥ずかしいですけど、伝わって何よりです。こういう話してるんやね、いつも。そう、裏でもするよな、普通に。こんなんばっかしてます、うん、はい コンサートのコールも楽しみ、純粋よ、ほんと楽しみ楽しみ。なんか、うん、生誕祭だったから、うん、あの生誕祭のアンコールってなんかこうファンの方からのねメッセージがあるじゃないですか。またなんか笑ってますね、テレビで泣
やいいよ、しゃべって、ね、なんかもうそれもね、なんかもう久しぶりの感じでめっちゃ聞いてました、ずっと袖で、ああこんなこと言ってもらえるんか、うん、でしかも3年経ったからさ、うん、この3年間の変化もだいぶあるじゃないですか、うん、だからそれをより感じますよね。聞いてましたか？聞いてるよ、聞いてるよ、もう相当嬉しいよな、で伝わるよ、嬉しい、わかる、嬉しい、嬉しい、喋りすぎ、わかるわかる、めっちゃわかんない、じゃあこの辺にしておきます、次はゆみさまさん、何も喋ることない、ないんですか？この喜びを分かっちゃう、じゃああなたが全部喋るからよ、確かに、全部言っちゃったから、うん、でも、あ、でも今日はなかったんけど、うん、9期の公演出た時、うん、私初めて、うん、あのコール復活、声援復活が9期の公演だったの、うん、その時のファンの人の掛け合いって今までやってきてたやんか、それがあったのがめちゃくちゃ嬉しくて、確かに、そう、確かに確かに、もう積極的にしてほしいですね、そう、めちゃくちゃしてくれたし、ぜひ、確かに、そう、自分らで突っ込むようになっちゃったからね、今、そうやねん、だからどんどん誘い絡みもさ、増えていったら嬉しいなと思うよな、そうですね、確かに、そう、すごい乾杯前ぐらい語っとるって、みんなこんな感じなんかな、ファンの人、確かに気になるよな、ゆみちゃんレッスンしてくれたり、うちは見えたよってありがとう、嬉しかったな、ゆかのコンビ最高に好き、あ、ユーニャンって持ってたうちはです、ありがとう、見えてたよ、世界一番ゆみさんの顔が好きです、うん、嬉しい、嬉しい、嬉しい、それはの、めっちゃ早口やった、うん、私、うん、早口基本基本な、基本ね、うん、楽しかったです、はい、語りがち、みんなやっぱ語るんだ、ファンの人たちは集まって、うん、やっぱそうなんや、でもそういうのもなんか何が一番語るの、今日、今日やったらコール解禁されたな、推しが可愛かった、どんなこと話すの、確かに確かに、推しのここが良かったとか、推し今なんか滑ってたなとか嫌なんですけど反省会じゃないですか、それ褒めてるというよりか、何話してんの、推し面の反省会じゃないですか、何喋んのやろ、今日の髪型だったねとか、あー、こことここの絡みがとか、あー、クシリのそのキメ顔が恥ずかしいな、でも聞いてみたいですね、そういうのも、ちょっとなんか盗撮したいな、確かにモニタリングか、モニタリングしたいここが良かったとか、カニちゃんが尊いってあ、ね、いいところを永遠に話すって、それはあの、あ、録音して送ってほしいもんですね、聞きたいよね、自己肯定感を上げられる、そのさ、あのちょっと悪口入っちゃったらちょっと個人ってなんか不死びたいよなって、あの不死びただけはちょっと嫌なんだよねとかそうですこれ小島家全員不死びたいなんですいや可愛いやん、そんな悪口いいやん、そうそうそう、別にまだカニまだマシな方、ママとかなんかもうこんなやめたいよ、やめたいよ、ママ見てたらどうすんねん、おいって突っ込んでんで絶対確かに新情報だって確かに言ったことないあんまり、じゃ今後注目してな、注目してください、前髪上げてみて、意外とおでこ広いんです、あの一緒に見えるでしょ髪型、全然違うんですよ、全然違いますよ、私はツインテールで、カニカンブリ、そうカンブリです、コジリン今日はミカニャンを見てくれてありがとう、どの部分ででしょう私お話し会リアルも含めの後の反省会するやってさ、あ、自分がこうやって話せなかったとか、あ、こういう話したかったとか、それはでも確かにあったかも、カリマ自己紹介も嬉しかった、ガッツポーズしちゃいましたね、思わず、あ、うん、これこれみたいな感じ、明日はミカナとお揃いのアウター着ていく、わー迷いどころ今一番いい時期なの、あのアウターを着る、私もでもあの似たようなアウターを持ってますか、清明日来ますか、うん、いいやん、いいんですよ、全然いいんですよ、うん、そうそう、いいんだけどね、一応ね考えてはいるっていう、今日二人そうなの、うんか、お仕事でないんです、でも明日いるよ、うん、何回芝くぞって言われたから、数えたことあるですなお話し会で、握手会でね、あ、そう、エモダのスタジャン、そうです、そうです、反省会の最後は絶対でもやっぱ推しが可愛いってなるってさ、
もうそれはそうやんの、推しがと推し遠いとも尊いもん。来週会いますね。イベント多いですね、これから。嬉しい、うん、うんね。2日連続ですもんね、土日ってね、うん、しかも東京で。皆さんぜひぜひ会いに来てください。ではランキング発表します。はいよ。でもしちゃった。13位かっちゃん、12位ゆずちゃん、11位みほちゃん、10位ジュニアさん、9位ことはちゃん。あ、変わった。もう一回いきます。13位ゆずちゃん、12位かなぴー、11位ことはちゃん、10位挑発でイケメン言いたいピロ。言ってほしい、超絶イケメンゴジリ待ってます。9位ポコナシ、8位ゆずきちゃん、7位ジュニアさん、6位野原しんのすけのすけさん、5位みほちゃん、4位たいきちさん、3位わるよさん、2位りょうたろうくん、1位かーりんちゃん。ありがとう、ありがとうございました。あ、なんか素敵な動画を作ってくれてる。こんなんしてたの、うん、そっか、センターしてた時はいっぱいありましたね、ペアが。確かに最近ないからね。そうね、最近してなかったから、うん、おや、こんなんもありましたっけ。あ、泣いてたっけ私。泣いてなかった。泣いてないよ。泣いてないんだよな。ファンの方が作ってくれた動画を今見てます。そう、TikTok の動画見てます。めっちゃいい切り取りしてくれてる、ありがとうございます。作ってくれて、動画ってやっぱ嬉しいですね、写真とかもね。え、さりげなく明後日がホワイトデーだったの知ってましたか。あえてさ、明日、明後日、うん、明後日、わー、14日か、明日13日。そっか、ってことで、なるほど。ランキング発表します。はい、では皆さん、はい、ありがとうございました。また明日もしますので、ショールームも公演も。12ゆうりちゃん、11ありがとうございました。なるまさん、9位うちなん。え、自己紹介の時今日12歳ってやってたの、怖っ。これなんて読むの。ありがとうございました。んこれこの前も来たけど、なんて読むの、わからない。ふうふうふう、しかしげさん、これなんて読むんですかって。いや、大丈夫って気をつらないんで、不等腹痛の止まっちゃった。じゃあ由美さんのあれが終わるまでちょっと待ちます。え、偏見って言うの、しおりちゃん。どういうこと、しおりちゃんおる、なんでなんで。ゴリラパーク行った、ゴリラパークじゃないや、ゴリラ3。どこどこどこにいるの。しおりちゃん来てる。ふーふっくつーの、あ、ジュゴン、ジュゴン、ジュゴン、そう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 。うわー、しおりちゃん、しおりちゃん、しおりちゃんいるんですけど、なんで来たん。ふ、ふ、ふ、ありがとう。ふ、ふーふっくつーのジュゴンさん、ジュゴンさん、ジュゴンや、ジュゴン、ジュゴン、これジュゴンって読むねんて。ないない、え、ジュゴンって読むんですか、ジュゴンが好きなんですか。え、知らんね、ジュコ、ジュコ、ジュゴンが、あの、リクアワにランクインするのかっていうの、実はちょっとだけワクワクしてます。確かに、うん、いや、50でしたっけ。50ちょっとランキング見ますね。7位みゆ姉ちゃん、6位何してるって、ゴリラパークじゃなくて何でしたっけ、何してるって言ってるよ、もういつもなんですよ。ありがとう。そう、ワカポンがジュゴン押してるから、ワカなんかジュゴン押してるメンバーが意外といるから。えー、そうなの。そうなんですよ、10自分が披露するかわからないのにね。確かに。そうそう、でも基本はさ、オリメンとかじゃない。でもほぼね、いないんですよ。そう、おらんから。あ、でもあの時の時代のチームでいうと B2 が一番残ってて、ミカノもケイトも私もレイちゃんも。じゃあそのメンツでよろしくお願いします。まあ一旦できなくもないですね、うん、できちゃうけどって感じです。明日も公演なので。そうそう、何してる、配信してる。そう、じゃあちょっと終わりたいと思います。ちょっとランキング発表から時間経っちゃったけど、じゃあ終わります。ありがとうございました。バイバイ、しおりちゃんも。あ、おるの。そう、いるらしいです。バイバーイ、またね。止まらない。なんで止まらない、止まらない。エラーが発生しました。え、なんか配信続いてる。あ、止まってる。